様こんにちは。今回は腰際剥がし、このなんていうかな、この背中のね、この三角になったここがね、くっついちゃったりすると、やっぱ肩こりとかね、長年悩んだ肩こり、首こりとかも解消されていきますのでね。で、今これね、ちょっと SNS でも結構話題になってるんですけど、腰際剥がしね、これをやると、このここがね、ふにゃふにゃになって、この猫背、こうやって猫背とか、あとストレートネック、こう携帯電話みたいにこうしてストレートネックとか、あと巻き肩とかね、そういうの改善されますしね、はい、手とかもこう上がりやすくなったりねしますので、はい、それではね、一緒にやっていきたいと思います。まあ椅子かなんかに座っていただいて全然いいんですけど、まずね、自分のこの手の上がり具合、こういう手の上がり具合、まあ、例えばこういう風にしか上がらないなとか、なんかここから上が上がらないなとか、まああると思うんですけど、まあちょっと自分の手の上がり具合をちょっと今一度確認していただいてね。で、片方だけやって、ちょっと確認されるのがね、とても、分かりやすいなと思うので、まあ片方ずつね、行きたいんですけど、まずね、こちらですね。で、確認する方法は、まあ、こうやって手をね、後ろに回して、こうやってやってもいいんですけど、こういう感じにね、こうやってね、こうやって、まあ、例えばこれぐらいしか上がんないよっていう方だったら、まあ、これぐらいとかね、自分で確認して、はい、いていただければね、いいと思います。で、あとはもうこうやってこの後ろ、ここ、自分で例えば、こう、ここの肩甲骨、じゃなくて骨際をこう、ここの骨をちょっと触ってみて、あ、なんかちょっとこの骨のところ届かないなとかね、こう触りたいんだけど、ちょっとここは、なんていうのかな、届かなくて、これぐらいしか動かないよとかね。まあ、これも動いちゃえばね、全然大丈夫なんですけど、どちらもね、こういう感じでね。動けるようになるためにやりたいと思います。で、まあ、だから、この、ここをね、どれぐらい触れるかっていうのを、例えば、まあ、ちょっと、これぐらいしか上がらんなとか、まあ、ここぐらいまで上がるけど、こんな骨は触れんなとかね、自分で確認していただいて、それでやりたいと思います。それでは行きましょう。で、まあ、片方ずつ行きます。で、まずは、じゃあ、右手から行きます。で、まずはね、こう、まっすぐ前にして、ちょっとこう、手を外側にして、で、これをそのまま後ろに持っていきます。で、後ろに持っていって、それをこう、振るんですよね。こう、円を描くように。こう、円を描くように。こう、わかります。こう、円を描くようにね、こう、後ろ。できるだけ大きな円を描くようにしてください。こうで、その時になんかゴキゴキいってないですか、背中のここの骨が、この骨ね、できるだけ大きく回してください。上も下も大きく。で、必ず手がこちら側にして、この手を外側にして、このまま持っていって、で、回すっていうことです。いきますよ、手をね、回しますよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、できるだけ回すっていうことですね。で、ちょっとゴキゴキいったりとかね、すると思うんですけど。で、次は、ここに手を回して、で、まあ、椅子があったらこうやって手かけちゃってもいいんですけど、で、できるだけこの手を上に上げるっていうことです。いきますよ。で、その手を組むときに、ここの骨と骨がくっつくように手をこう、こういうふうにくっつくようにやります。こことここのこの骨がこうくっつくようにね。で、そのまま上に上げます。1,2,3,4,5 まあ上がらなかったら、まあできるだけこういう感じでもいいですけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9
6、7、8、9、10。はい、OK。で、次は、脇。脇は結構リンパがね、こう集中してて、で、脇のリンパ溜まっちゃうと、ちょっとこうむくんだりとか、あとこう二の腕のね、このタルタルがね、やっぱ改善されますので、ここもねやりたいと思います。で、脇の外ですね、ここら辺をね、ずっとこの辺まで揉んでいきます。で、痛いところがあったらそこは重点的にやってくださいね。いきますよ、1、2、3、4。で、やるところはどこまでかな、このお胸の近くぐらいまで、このなんていうのかな、この二の腕付近から、二の腕、このジョイントが結構大事ですので、ちょっと手前ぐらいからやられると私はいいと思ってるんですけど、で、このちょっと手前ぐらいからお胸の下ぐらいまで、この辺ですね、までやられるといいと思います。いきますわよ、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。で、あとね、手前もね、流しときましょう、手前。いきますわよ。この辺ぐらいから、まあ、お胸の下ぐらいまでいきますね。1、2、3、4、5、6、7、8。で、ここの、この内側は、まあ、女性の方しか関係ないかもしれないんですけど、ちょっとこう、乳がんの予防にもなると思うんですよ。リンパがね、やっぱここ滞ると、ここお胸近いですので、それもね、やっていきたいと思いました。で、とりあえずね、これをやって、一度ね、この手をね、後ろに回して、どこまで上がるようになったか確認してみてください。ちょっと上がるようになりました？ね。こう、どっちが上がるかな、わかんないけどね。で、ちょっと上がるようになったら、いいですね。まあ、これはね、ぜひやっていただいて、で、1回でなかなかそんなに出ないかもしれないんですけど、で、もしね、この手がね、ちょっとこう上がりづらいなってなったと思って、で、その、手をね、この上にやった時にこの辺が突っ張るなっていう方がもしいたとしたら、ここ手をこう後ろにやった時にここで、ちょっとなんか上がりづらいなとか、うん、なんか手が突っ張っちゃうなっていう方がもしいたとしたら、それはね、これをやってください。この手のね、この中心です、この手の中心なんですけど、ここをね、ちょっとこうやってやってみてください。痛くないですか？ちょっとこう手振ってみて、この中心を持ちながら手を振る。で、この中心を持って手を振って、痛いところがあったら、そこは重点的にやってください。いきますよ。で、手がね、その上がらないのって、さっきみたいにここがこうに上がらないのって、意外とね、この手のここがね、ちょっとリンパ詰まってることもあるんですよ。で、そういう方もいらっしゃるのでね、よかったらね、こっちもやってみましょう。いきますわよ。ここから、まあ、この辺ぐらいまでですね。この真ん中の線です。で、手を振る。持つのはここ、こっちの手でこうやって持って、こっちはこう下がったり上がったりする。これはただひたすら手を振る。いきます。1、2、3、4。痛いところは重点的にやってくださいね。5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、これで、もう一度、じゃあさっきみたいにやってみてください。どうですか？上がりやすくなりました？
でこれでねこうなんていうのかなこの骨をねちょっと触ったりして、でこれでさっきよりも上がりやすくなったなと思った花丸です。で1回だけだとやっぱりそのなんていうのかな皆さん同じなんですけど、生活習慣ってあるじゃないですか。こう自分の生活スタイル、職業でもそうですし、仕事してない方でもね、例えばこうお家で取られている座っている姿勢とか、例えば、家事とか育児もそうなんですけどね、そういう生活によって生活スタイルによってやっぱりそのリンパが詰まったり凝ったりする場所ってやっぱり皆さんそれぞれなんですよ。うん、で皆さん同じということはないのでね、割と、足なんかだと結構ね、結構皆さん凝ってることもあるんですけど、でも割と皆さん同じではないので、ナナちゃんいつもねナナちゃんナナちゃんちょっと待って、ナナちゃん誰かいたのね、ナナちゃんですね、いつもね、発見してますね、ナナちゃん。ナナちゃんありがとうね。はい、いつもありがとう。なのでね、皆さんもね、ぜひやってみてください。はい。で、次は、反対側も行きたいと思います。ちょっとね、結構ね、こう、運動になるし、リンパ流れると、当然ですけど、血流も良くなりますので、ちょっとあったかくなって、ちゃうと思うんですね。でそれすごくいいことなんですけど、こう血流回ってますのでね、なので足もちょっとね脱ぎました。はい、じゃあ次はね反対側に行きたいと思います。で反対側はもう行きますね。じゃあ反対側もこちらですね。この手をまず手をこう出して、今度こう反対側にして、そのまま後ろに持っていきます。で大きく円を描くってことですね。できるだけご自分のできるだけ大きく円を描くってことです。それではいきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 いつもね椅子があるんですけど、そこにはねいつもね彼女がいます。なのでね、いつもこうやって座ってやってるときは私一人ではなくて彼女も一緒なんです。はい、それではね、今回しました。でも私はいつもね10回ではい OK なんですけど、あともう2回ぐらいでやった方が私はね効くと思っていますので、まだやりましょう。いきますわよ。でこれをこちら後ろに持っていきます。でまたね回しますよ。はい、1,2できるだけ大きくで、3,4,5,6,7,8,9,10 OK。 で、なんかこう、なんていうかな、ここの、骨細がね、ここの動いているような気がしませんか。はい、じゃあ、あともう一回やりますよ。もうワンセットです。いきますね。じゃあ、ここのまっすぐこうやって、これで、こういって、回しますよ。はい、1,2できるだけ大きく、3,4,5,6,7,8,9,10 はい、 OK。 ちょっとね結構ハードなことはハードです。で次は先ほどもやりましたけども、この手を後ろに回して上にやるやつですね。いきますよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、OK。これね、結構、きついかなと思いますけど、あと、やっぱりもうちょっといきましょう。いきますわよ。手を組んで上にやります。ごめんなさい。自分のできる範囲で大丈夫です。できる範囲に上に上げていただければ、それがご自分のこの、腰背のストレッチに、剥がしにつながっていますのでね。いきますよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、さっきよりもちょっと上がったなと思いませんでしたか。上がりましたね。それではね、あともうワンセットいきます。もうワンセットいきますよ。いきますよ。ラストです。頑張りましょうね。いきますよ。1、あ、そうそうそう、ここはくっつけてくださいね。こう回した時に
こをグッとくっつける、ここの骨と骨ですね、この骨をくっつける。いきますわよ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK。 はい、 OK。 で、また脇ですね、脇です。で、脇もこのまずは外側からいきます。外側ね、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。もう一回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK。 で、大体私は10カウントじゃなくてやっぱ30ぐらいが効くと思ってるんですよ。まあでもね、継続は大事です。毎日じゃなくても、まあ、1週間に1回ぐらいとかね、3日に1回とか、自分でできるそのご自分のお仕事とかそういう都合もあると思いますのでね、その都合でやっていただければ大丈夫です。じゃあ今度内側ね、いきますね。これらさっきも言いましたけど、この乳がんにつながりますので、その予防になりますよね。このお胸の血流も良くなるんで、バストアップのマッサージとか行かれると多分ここやられるんじゃないかなと思うんですけど、血流が良くなればね、お胸もね、そんなそう大きくなると思うんですけど、まあ、その乳がん予防になると思いますのでね、バストアップは多分されてると思いますよ。それではね、行きます。でも男性の方もね、その乳がん関係なく、血流は脇はすごいたくさん溜まっているので、男性の方もね、やられた方がいいと私は思っています。それではいきます。今度はこの内側のラインです。1、2、3、4、5、6、7、8。途中からね、ここつながりますのでね、2、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はーい、 OK。 それで、じゃあ今ね、これやって、じゃあ今度また背中に手を合わせて、どれぐらいまで触れるか確認したいと思います。こうですね。で、例えばまあこれぐらいだった方がちょっとこれぐらいになったとかね、あると思うんですよ。うん。で、今ね、どれぐらいまで触れるようになったのかな。で、またこの手がね、ちょっとこうなんか突っ張るなっていう方はのために、この手のね、これまたやりたいと思います。で、今度ね、このまあ右手と一緒だったんですけど、このセンターの部分ですね。センターの部分をこうちょっとこう揉む。で、片方は振る。で、これをやります。できればちょっと親指がこっちの方がいいかもしれないね。親指でここのセンターを押す。で、手を振る。で、こっちの手は手を振るだけ。こっちは親指で捕まえて押すだけ。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。もう一丁。1、2、3、4、5、6、7、8。もう痛いところはね、ちょっとね、重点的にやってくださいね。なんか押したらここ痛かったよっていうところは、自分で見つけたらそこは、こう、やりながらこうやってくださいね。で、またもう一度確認してみましょう。後ろ回してね、手、どうですか？上がるようになりました？で、これが、例えば、ちょっとここだったけど、これぐらいになったとか、だったら、OK。少しでも上がるようになれば、継続すれば、必ずもっと上がるようになりますのでね。はい。継続は力なりです。それではね、今日もね、ありがとうございました。バイバイって。バイバイって。
バイバイって。